今晩はこの調子でつ。どうするどうする。それでは始めるよ。気持ちよく体を動かそうね。硬いがいいな。まずは硬いがいいな。右足を上げ、体を右斜め45度、右手顎の横、左手顔の前、前後ろでリズム取るよ。今日はただただフィットボクシングを頑張ります。このリズムで動いていくよ。それではストレートいくよ。せーの、ストレート、いい感じ。せーの、右の拳まっすぐ。せーの、左の拳は顎の横だよ。せーの、マジで続いててすごいね。でしょ。でも配信とかでしないと1日30分結構だるいんだわ。せーの、しっかり腰を入れてね。せーの、おいしい。今度はジャブいくよ。完璧だね。2日続けての配信なので話題は何もありません。よろしくお願いします。あ、地震の話する。あ、地震やったわ。せーの、ジャンプ、ジャンプ。せーの、パンチ打つとき息吐いてね。せーの、11時半とかだっけ地震来たの。まあこちらね、落ちたら10時半にはぐっすり寝てる身なので、もうカタ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 って揺れたから、地震来た瞬間に起きて倒れないように何かしら押さえてたけど。関東波動だったの。今言った通りです。特にモニター倒れたりとかはなかった。だいぶ強いなと思ったわ。東京ってなんぼだっけな。そういう時にうち地震ツイートとかしないからさ、スマホ触ると目覚めて眠りが悪くなるじゃん。二度寝タイムが。リズムよく、あと8回いくよ。せーの、ジャンプジャンプジャンプ、ストレート。実家にも大丈夫ってグループラインで聞いたら、まあまあ大丈夫大丈夫みたいな。ホーク見る？あと4回、ジャンプジャンプジャンプ、ストレート。せーの、一発、二発、三発、四発。せーの、ジャンプジャンプジャンプ、ストレート。ラスト、最後のパンチは力強く打ってね。はい、オッケーだよ。それでは一度呼吸を整えようね。いい感じで動けてるよ。リズムを大切にして。なんか東北さ、地震の震源地になりすぎじゃない？東北民は畑仕事で忙しいからいないよ。今の時間やりません、畑仕事。リズムを作るよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。普通にテレビ見て休憩タイムです。農家のこの時間は。せーの、左の拳まっすぐ。スイカの時期ならまだ働いてるかもしれない。せーの、せーの、ストレート、ナイスパンチ。せーの、左足で床を蹴ってね。せーの、しっかり腰を入れてね。せーの、今度はジャブいくよ。せーの、ジャブ、完璧だね。せーの、右の手まっすぐ。せーの、まっすぐ伸ばして戻してね。せーの、今日は限界まで頑張るつもり。せーの、頑張ってゲーム内の時間で1時間できたらなと思っている。せーの、
これを続けていくよ。せーの、ジャンプ。きっとボクシング一緒にやってたら筋肉痛収まらんわ。本当嬉しいね、やってくれてんだ。配信者と同化しようぜ。うち全然来ないんだけど筋肉痛。頑張れー。せーの、打ったら必ず。アーカイブでね。せーの、ジャンプジャンプジャンプ。せーの、呼吸をしっかり。あと4回。ジャンプジャンプジャンプ。せーの、一発、二発、三発。せーの、ジャンプジャンプジャンプ。せーの、最後、ストレート。せーの、ジャンプジャンプジャンプ、ストレート。一回リズム取るよ。なんかたまにそういう長時間やった時に若干の筋肉痛が来るけど、筋肉がないからってこと？前はヒットボクシング20分ぐらいやっただけで全身痛ってなったんだけどね、翌日。長えな。しっかり10分ストレート長えな。残りあと半分だよ。全身でリズム取りながらタイミングよく耐えられてんじゃん。ね、それなんかスタミナ的なあれでは鍛えられるの。右足が後ろだよ。左手を前に持っていくよ。トピックのジャガイモに対して誰も突っ込んでくれないので自分から触れていきます。なんとここにね、段ボールがあるんですけど、じゃーんじゃーん、ふるさと納税の北海道のポテチ12袋かける3箱が届きました。イエーイ。こんなね、段ボール固められた状態のポテトチップス3箱なんてなかなか見ないから配信で見せようみたいなね。36袋あります。つまり36日間のポテチを約束されたんですが、リズムを作るよ。そのため電車の納入かな。ふるさと納税何万だっけかな、1万5000とかだっけと思うんだけど、せーの、打って聞いて。せーの、のり塩、コンソメ、酢塩みたいな。続けてジャブ足すよ。せーの、ジャンプジャンプ。せーの、パンチ打つとき息吐いてね。せーの、シッシッ。せーの、続けて。これをせーの、これをジャンプワンツー。食べるためには、薄塩が好きだな。やっと1万キロカロリー超えるわけか。あれ、1万キロカロリーなの？え、ってことはさ、ってことはさ、体重を減らすのには7200キロカロリーを消費するわけでしょ。え、じゃあ全部食べても 1. 何キロしか増えないってこと？え、最強じゃない？じゃあ全然食うんだけど。それを減らせるかっていう問題になったら別なんですけど。飯食ってたら始まってたし、肌露出ないし。ないです。ちなみにさっきの話で男は短時間でも高い負荷がかかる、女は長じ、いかやく。へぇー。へぇー、そうなんだ。前回の配信でさ、みんなの声ちっちゃいとか、チャットが読めねえってあったんだけど、改善しました。スイッチのチャットって文字大きくなるんだね。見えます。今すべての皆さんのコメントが見えます。最後、ストレート。せーの、ジャンプ、ジャンプ、ワン、ツー、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ストレート。字幕打ってほしいね。これで完成だよ。ないよ。頭の中でパンチを整理するよ。行くよ。
せーの、ジャンプジャンプワンツージャンプジャンプジャンプストレート。あと4回いくよ。構えて、テンションアップ。せーの、ジャンプジャンプ。今のところ下半身しか鍛えられてる気がしないんだよね、パンチ打ってっけど。階段登って疲れないとかさ、それぐらいしか実感がないっす。まあ、考えてみたら上半身使うことなんかねえもんな。疲れたら前後ろのリズム取れなくなってくるわ。でもすでにあまり取れない。何よりだと思うけどね。最後まで集中していくよ。それではスイッチするね。そういや、昨日地震あった時寝てた。寝てた、寝てて起こされた。リズムを作るよ。起こされて、一応その天井に動かないやのなんかなんていうの、固定のやつつけてんだけど、せーの、あんまりあんまり効いてないからガタガタ言うから、それを必死に押さえていた。せーの、打ったら必ず基本の姿勢だよ。せーの、続けてジャブ出すよ。みんな夜中さ、ションベンで起きるってさ、ある？花粉最近どう？全然ダメ全然ダメ。朝、通勤の時に普通に鼻何回か噛まないと出勤できないって感じ。なんなら朝起きてちょっと目覚ましより早い時間に起きて、で、あ、二度寝しようと思った時にもう鼻がムズムズしてうっとうしいなってなるぐらい花粉症。そう落ちてこないんだけどね。あんまり信用できない存在なんだよね。そう、これを抑えてたの。この前の時期に登山したい？イカ役。あー、もう暑いんだ。だよな、日差しあったけもん。コットいらねえみたいなね、日差しの中歩いたら。暑さより花粉がやばかって。ああ、そういう問題もあんのか。そらそうだよな、山ん中なんだから。せーの、動きが小さくなっちゃダメだよ。最後ストレート。せーの、ジャンプジャンプワンツージャンプジャンプジャンプストレート。これで完成だよ。暑くなってきたな早いな。せーの、ジャンプ。花粉症の人は大変そうだよね。でもうちもさ、地元住んでた時は全然花粉症じゃなかったよ。かかってない。花粉症なんかでかかるもんかっていうまだ意地の段階だから、そんな辛くないし、鼻水ダーダーって感じなだけだから。私全然前痒くねえのよ。絶対用純水のおかげだわ。用純水っていう目薬を1日最低2回は刺してるんですけど。東北谷って地震あると実家に連絡するの？ああ、うちは朝たまたま仕事ちょっと暇だなって思った時に、あ、グループ LINE で聞いとくかって思って聞いといた。このポテチさ、見て、生産者還元用って書いてあって、なんか北海道ではそのなんだっけ、あれホームセンターとかで段ボール売りしてるっぽいのよ。でまあこっちじゃ売ってないじゃん。でそれをふるさと納税のあれにしてみましたって。あー、もう一箱じゃない、一袋開けたんで、これはふるさと納税です。カロリー446キロカロリー。一袋80グラムを食べるだけで446キロカロリー。脂質 28.6 グラム、炭水化物 43.0 グラム。これポテトフーズって言うんだけど、食ったらカルビーぐらいにうまくて、え、
タメ張れるじゃん、タメ張れるじゃんって言うっけって感じなんだけど、調べたらあのカルビー作ってる会社だったカルビーって書いてないだけで、あカルビーの関係者みたいな。ポテトフーズです。定期的に今来た人用にこれぐらいのポテトチップスが届きましてアピールします。実質カルビーだったわけだ。そう、海苔塩、塩、コンソメ。運動の意味ねえなこれ。だから運動してます食べないという選択肢はないので、だから運動量を増やします。今日はそのための配信です。ボクシングだけ？はい。あ、くしゃみでしょ。フックはいいや。こびくしゃみ。油と炭水化物の組み合わせ派最強。最強最強。みんなに見てないけどアーカイブの見どころ教えて。あった？いや、ないかな別に。ないね。全部、あ、外人とチャット、会話した。外人とナルトの話した。それでは始めるよ。腕振ってなぁ。やんとこ。鼻でさ、思いっきりくしゃみしたいんだけど、今マスクつけてるからそこに鼻水ビャーってなったらめんどくさいから小鼻くしゃみしたの。ナルトもサスケも桜も嫌いですって話そうです。せーの、ひねって左アッパー。いい感じ。はい、肘の角度は90度。せーの、肘の角度が伸びちゃダメだよ。せーの、首くしゃみでも鼻水でない？いや、口でくしゃみしてるから。せーの、左の手まっすぐ。鼻から出るものを最小限にするくしゃみの仕方をしている。せーの、今度はワンツー。せーの、ワンツー。せーの、ジャブを戻しながらストレート。せーの、ワンツー。で、ションベンの話に戻るんだけどさ、うちも夜中にあんまりしょんべんには起きないんだけど、水をやっぱりいっぱい飲むとね、起こされるわけ。もうそれ2週間に1回とかそんぐらいのペースだから、3週間に1回かもしれん。だからやっぱり目覚ましが鳴る時間までしょんべん我慢できないかなと思って、何度ねかかますんだけど、やっぱ耐えれないね。そのタイプでさ、すげえ前にさ、出かけてる最中にしょんべんちょっと行きたいけどめんどくせえからいいやって我慢してたら、しょんべんしてもしても尿切れ感がなくて、ずっと残尿感にとらわれたことがあったから、みんなしょんべんしたいなって思ったらちゃんとトイレ行った方がいいよ。足元がふらつく。まっすぐ伸ばして戻してね。せーの、今度はバツ。残尿感でおかしくなりそうだった。せーの、ジャブを戻しながら。ためになる話だね。それ単に膀胱炎じゃね。ああ、そうかも。でも一日もしないで収まった気がする、確か。せーの、バツ。ひけたらいきなりションベンの話だったわ。何か雑談をしなきゃ、雑談をしなきゃと思って必死に頭の中を今駆け巡っているのそしたらしょんべんの話があったの。軽いだと短いな。お疲れ様。
欲しいものコーナー終わってる。欲しいものコーナーは、あの、一個あるんですけど、でもまだ届いてないんです。だから今日はないです。今来た人のためにね。ポテチ自慢のコーナー。ふるさと納税のポテチ36袋が届きました。うわ、だから聞いてきやがったのか。私ふるさと納税何しよっかな。もう行動がまごうことなきドブのそれなんだよな。でもこれさ、原料を気にする前に注文したから原料をしようと決断した時にはもう遅かった。ファンタ一箱を段ボールで注文してたし、この通り36袋のポテチが届いたし、どっちもふるさと納税な。ギフト券は誰も送らないのね。送らないんですよ。本間のふるさとには今回やってないね。どんどん魅力がなくなってくんで。ふるさと納税って特に見えて、そうやって必要なもの買うだけだよ。必要じゃないし、うちブルーシールの沖縄のアイスは毎年頼もうと思った。あれうまいよ。絶対みんな食ったことね、味のアイスから。サトウキビとか、シークワーサー、ミニモ、ブルーハワイ。あ、もう出てこない。うまいよね、ブルーシール。うまい。あれ普通に買ったらなんぼすんの。ブルーシールマウントとか初めてやられた。忘れてたんじゃ意味ないな。そうで満足してるわ。いや、別にそうのね、あの氷入ってる感じ好きじゃないんだよね。この間さ、そうのさ、もったいない。じゃあ教えてあげる。ふるさと納税っていうのは住民税と所得税から、まあ、例えば2万円の品を、注文したとするでしょ。そしたら2000円は自己負担になるんだけど、1万8000円は住民税とか所得税が引いてあげるよっていう制度なんですよ。意味わかんないよね。うちも意味わかんない。意味わかんないけど、2000円でいっぱい食べれるじゃんってなったら絶対やった方がいい。上限発想によって違うよ。あれそうですよ。誰が得するんだろうね。確かに、まあ、その寄付されたあれでしょ、市が得するんじゃない。ふるさと納税やってない人愚か者だから。やりなさい。もったいない。もったいないことに関して、あの、何も感じない人間なんなの。ねえ、もったいないんだよ。自分がそれで得してたかもしれないのに、あ、別にいいわ、めんどくせえからっていうタイプの人間なんなん。ふるさと納税って例えば年収400ならいくらぐらいが上限額。なんぼだべ、3万とか。時間がもったいないとか、バズって押し売りっぽい時ある。ふるさと納税って食品意外高いんだよな。あー、食も高いぜ。何でも高いぜ。うちは北海道のヨーグルト、詰め合わせとか干物セットとか米とか、あ、米とか注文すりゃいいじゃん。米なんて絶対食うんだから、もったいなくないじゃん。指やめろ。米食べないよ。あ、福にライブチャット。外国人さん、外国人さん、ムカついてきた。
せーの、内側からしっかり打ってね。せーの、脇を締めて打っていくよ。でもやっぱりプレタス納税5年ぐらいやってきて、トイレットペーパーとティッシュペーパーを頼む。まあそれも正解だよね。相手の顎を狙ってね。せーの、拳は顔の高さでしっかり止めてね。今日やけにステップ軽いけど、なんで。いや、ポテチ食べなきゃって、ポテチちょっと食べたから今日は長時間頑張んなきゃいけないなって思ってるし、これ軽いにしてるからパンチ打つ量そんなのないから、足だけでも動こうみたいな。せーの、ワン、ツー、せーの、ジャブを戻しながらストレート、せーの、ワン、ツー、せーの、ワン、ツー、4発打ってね。せーの、ワン、ツー、ワン、ツー、せーの、トン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 、せーの、ワン、ツー、ワン、ツー、せーの、最後アッパーに変えるね。はい、ワン、ツー、ジャンプ、左アッパー、せーの、右、左、内レアがグアンサバ始めたからちょっと見てくるね。はい、アッパー、せーの、呼吸をしっかり、せーの、ワン、ツー、ジャンプ、左アッパー、せーの、トン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 、せーの、ワン、ツー、ジャンプ、アッパー、せーの、最後左アッパー足すよ。はい、ワン、ツー、ジャンプ、アッパー、左アッパー、引きにデコマウントも取ってきそう。イデコやるかね。イデコは長生きしたい人用じゃないだって。せーの、ワン、ツー、ジャンプ、アッパー、なんだっけ、うちがやってるやつ。ニサ、積み立てニサ、積み立てニサ毎月3万やってるからさ、クレジットカードの請求が減らねえ減らねえ。これ貯金できてんのかって不安になるわ。聞いといて字幕で見ればいいやって思って席外したけど、字幕じゃと、イカ役。なんかポテチ、ポテチ、ポテト、ポテト。そうなるよね。な、外国英語でポテチってなんていうの、フライドポテトじゃん。ハンバーグの T シャツじゃねえね。300円。それ今度ドンキとなんだっけ、犬になりたいだっけ、コラボするよね。あのちょ T シャツもちょっと欲しい。サースパーク4人並んでるシャツあるんだけど、どっか行ったわ。服が多すぎて暑くて袖をまくりたいんだけど、袖をまぐると腕、二の腕の太さが際立つんだよな。チップ、あ、ポテトチップスね。それでは始めるよ。強そう。気合を入れて頑張っていこう。まずは基本姿勢だよ。普通にチップスだってさ。ラーメン屋さん。どうも、いらっしゃいませ。顔の前、前、後ろでリズム取るよ。え、もう20分経ったってマジ？え、もう30分経った？このリズムで動いていくよ。え？それではストレート行く。全然楽勝。10分ぐらいの感覚。このインストラクターのキャラ目覚めかけてたっけ？ここからこの始めで放置したらきつくなりそう。うん、だよね。だと思うよ、そりゃ。いった、そうそう。いいぞ、その息だ。フィットボクシングやってたら、この間太もも出してフィットボクシングやったじゃないですか。そしたら、この間の配信とっても良かったですっつって、また欲しいものリストから届くから、やっぱり、フィットボクシング頑張るべきだなって思って。どうせやるんだから。女売り出した。
でも今みたいな服装だと何の魅力もない配信だなって思ってるんだろうな。せーの、パンチが流れないようにね。せーの、ワン、ツー。ミットボクシングより太もも出してヨガやった方がもらえない？確かに。何でやれ。それはそれボクシングじゃなくて頑張るべきなの、ハットももじゃねえの。確かに。絶対有効か。せーの。せーの。今度はジャブ2発。せーの、ジャブ、ジャブ。せーの、一発、二発。せーの、ジャブ、ジャブ。腹が全然引っ込まねえんだけどさ、やっぱ呼吸とか姿勢とかも直してかねえと引っ込まねえんだろうな。むしろ呼吸の方が治るんじゃねえか、フィットボクシングなんかやってるよりも。ここで字幕だけ見てるけど結構把握できるもんだね。うん。あなたが大量の肌を出しながらフィットボクシングをしている、イカ役。え？なんか前履いてたカボチャパンツみたいな緑色のやつしてた。あ、あるある。あれ、あれだよ。やったことあるね。どんどん服装が過激になっていくフィットボクシング。あれあったな。短パンってなんかあの灰色のやつと、カボチャンパンツのやつぐらいしか気に入ってるやつないんだよな。でもカボチャパンツのやつ多分買ったの10年ぐらい前だから履けないんじゃないかな。それでは一度呼吸を整えようね。いい感じで動けてるよ。短パンの方が欲しいものリストもらえるよ。履けないのくさ。続けていくよ。それでは、あとジーパンの短パンとかあるわ。多分あれ買ったのね中1とかだと思う。まだそんなんが残ってんだよな、タンスに。短パンを欲しいものに入れたらいいじゃん。欲しくねえし別に。じゃあチャック上がらないね。ね、チャック上がらないねってか太ももまで上がんないだろうね。捨てれないんだよねうちさん。ねえみんなどうしたら物って捨てれるの？そうだね。なんかかわいそうじゃない？自分が捨てないと判断すればその服はそこに入れるのに、自分がいらないと判断したから燃やされるんだが。っていうのが捨てられない人の発想だよ。さすがにあるかもしれないけど、人間が把握してないだけであるかもしれないんですけど。使わないって思ったらすぐ捨てれる。なんかうちもさすがにめちゃくちゃ色落ちしてたり、ゴムがビヨンビヨンで全然履けない服とか捨てれるのよ。でもまだ履けそうみたいな。まだ履けそうだし、まだうちが履かなくても他に履ける人がいそうって思うと捨てれない。ボクシングより先にすることあるだろ。ありがとうって言って捨てたら。でも眠くなれ。せーの、ワン、ツー。せーの、パンチが流れないようにね。まずはヒットボクシングだから。ゴミなんか捨てたい時に捨てればいい。せーの、ジャンプ。せーの、パンチ打つとき息吐いてね。せーの、せーの、今度はジャブ2発。せーの、ジャブ、ジャブ。捨てたいときはいずれ来るはず。せーの、ジャブ、ジャブ。あー、口の中の上側がかゆいよ。花粉症で口の上側がかゆいよ。別に配信で吐かなくていいから、かぼちゃ吐けたかツイートしといて。いや配信で履くけど、そんな出てきたら履くよ。かぼちゃパンツのある場所は把握している。どこか伝わんね。え、なんかさ、ベロでさ、ベロ口の上に届くじゃん。でベロベロってできるとこあるじゃん。そこがかゆい。ベロが届く範囲の口の上がかゆい。花粉症あるあるだと思うんだよな、これも。上あご、上あご、口の上側が上顎っていうの、なんかちょっと29の表現ってマジ29歳じゃないのかも。当然だよね。私は今酸素を吸う時間を削減して喋っています。わかりますか？頭に酸素がいかないと人間思考力が低下するんですよ。まだ経過するの？うん、まだ
まだまだいけるぜ。ゲーム中も酸素取り込まないようにしてんの？いや、喋ってるから酸素を吸うだけで済んでる時間がさらに酸素を消費しているの。それでは始めるよ。この部屋、はい頑張ります。一緒に頑張ろう。頑張ります。頑張れそれあのさ、多分5分5分で被ってるから10分が表示されねえと思うぜ。42分までな。30分の字幕何言ってっかさっぱりだな。1212前後ろ前後ろ、このリズムで動いていくよ。それでは右フックいくよ。せーの、右フック。あらさ、平地で高山トレーニングみたいなことしてるわけだ。出てんだよな、ここが。なんかうち写真で収めてないから、配信でこれだけ腹が出てるよっていう記録を残しとこうかな。腹出してたらなんかアーカイブ的にアウトだったりアウトじゃなかったりすんだよな。もうこれ服着てるからな。あらま、ポテチ食ってる場合か。腹出てんな。そうだ、ここまでは出てないの。ここまでは出てないんだけど、こっからこっからもう出るんだよね。なんか僕だけのサムネ候補だな。せやろか。俺は味噌汁。妊婦みたい。でもあの服着てるから逆にそう見える気がする。今。そう、下っ腹がね。ここがね、引っ込まないんだよね。酒飲んでんのか。こうやったら引っ込むわ。ガキのやつじゃん。体脂肪率は33。いって33、低いと31。足が細いからリンゴ型体型なんだね。呼吸法を変えるだけで腹ってへっこむらしいんですけどね、結構それも疲れるやつなんですよ。普段から腹筋意識して生活しよう。そうそう、腹筋がないから。これ絶対腹筋鍛えられてないもんね。一回血液検査行った方がいいよマジで。なんで検査、なんで行ったら何なんの。血液ドロドロですねっつって。あれだな、今年まだ健康診断行ってねえから行ってもいいんだよな。続けて打ったら右へひねってね。せーの、赤、右へひねってね。せーの、と、右にためを作っておいてね。せーの、血糖と高脂血症を調べた方が肝臓太ってますねって言われたよ。右へひねってからアッパー行くよ。せーの、赤、ひねって。腹筋がないと内臓がもたれてくるらしいよ。ああ、言うよね。会社で検診受けないの。会社ない、検診ない。ない。自費で受けてる。最後フックに変えるね。せーの、赤、ひねって右フック。脂肪肝って言われたら笑っていい。ひねってと。言われんの？せーの、赤、ひねってと。今まで脂肪肝とかなんかそういう結果は出たことないんだけど、そういう結果が出る健康診断をそもそもうちは受けてるんだろうか。せーの、続けて打ったら右へひねってね。はい、ワン、ツー、右へひねってね。せーの、トン、トン、ひねって。せーの、ワン、ツー、汗かいてきたぞ。せーの、右へひねってからアッパー行くよ。はい、ワン、ツー、ひねって右アッパー。フックちょっと良くなったかな。そう、せーの、ワン、ツー、ひねって、アッパー。せーの、続けて右フック。はい、ワン、ツー、ひねって、アッパー。ひねって右フック。一回リズム取るよ。トン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 。1、2、3、4、5、6。リズムよく、あと8回いくよ。せーの、ワン、ツー、ひねって、アッパー。ひねって右フック。はい、トントン、ひねってトン、ひねってトン。はい、ワン、ツー、ひねって、アッパー。ひねってトック。はい、下半身を意識してね。あと4回。ワン、ツー、そんなことなかったわ。右フック。はい、ジャンプ、右足。そう、はい、ワン、ツー、ひねって、アッパー。ひねってトック。ラスト、しっかり決めていくよ。多分血中脂質高いと思うよ。禁煙になると転がり回るぐらい痛い。いからね。いやリズムを大切に。健康のために今頑張ってるのに。それではスイッチするね。右足が前に行くと肝臓が変わる不思議。右手を前に持っていくよ。リズムを作るよ。
1212、前後ろ前後ろ、それでは左フックいくよ、せーの左フック、悪くないよ、左怖いんすよね、せーの肘の角度は90度、せーの左の手外側、あ、健康のために頑張るって意味を持たせたんだ、今度は左アッパーせーの左アッパー、ナイスパンチ、まあ、言ってなかったけど運動イコール健康は絶対に関係あるんだからそのため入ってるよな、せーの続けて打ったら左へひねってね、せーのアッパー、左へひねってね、何カップですか、せーのと左にためを作っておいてね、せーのアッパー、打ったらひねってね、せーの秘密にしときますね、左へひねったからアッパーいくよ、せーのアッパー、ひねって左アッパー、せーの体の回転をしっかりつけてね、せーのアッパー、ひねってアッパー、久々に火の玉ストレート、最後フックに変えるね、せーのアッパー、ひねって左フック、あんまり軽々しく父の話をするのもあれなのかなと思って、父の大きさなんかどうでもいいんだけどさ、せーの今度はワンツー、せーのワンツー、せーのジャブを戻しながらストレート、健康のために運動の前に検診を進め、せーの続けて打ったら、検診って1年に1回するべきかな、今んとこなんか自費で2、3年受けてるけど、結局なんか別に受けなくても大丈夫だったなみたいな見込まれてるんだけどさ、はい、ワン、ツー、ひねって左アッパー、せーの、ジャンプ、左のダブル、せーの、ワン、ツー、サウスパークティーシャツいいね、いいでしょう、300円、続けて左フック、はい、ワン、ツー、ひねってアッパー、ひねって左フック、一回リズム取るよ、トン、トン、トン、はい、1、2、3、4、5、6、リズムよく、あと8回いくよ、せーの、ワン、ツー、ひねって、アッパー、ひねって、左フック、はい、トン、トン、ひねって、トン、ひねって、トン、はい、ワン、ツー、ひねって、アッパー、ひねって、フック、300円の後にマイクさん2万円とか言えない、あと4回、ツー、ひねって、アッパー、ひねって、左フック、はい、じゃあ、確かに、はい、ワン、ツー、ひねって、アッパー、ひねって、フック、ラスト、しっかり決めていくよ、なんてマイクですか、なんだっけこれ、じゃーん、お疲れ様、ゲーミングマイク、いいでしょう、朝個別配信は1万円、あーそれか、ニュートの下りまでやれよ、海遊館の何かが見切れてるああ、海遊館のぬいぐるみがあるんですけど、さ、見えるかな、かわいいでしょう、ここにタコピーもいます、人類ダメだな、女ーはっちー、うん、でも大阪は嫌いです、そこはちょっと合いませんでしたね、あー汗拭きたいよ、女が時に女って言わないで頑張れ頑張れ、あ、前ミュートの下りやってないわ、なんとこのマイクミュートに、簡単にミュートになるんですけど、そのミュートの方法がですね、見ててね、このソフトなタッチでミュートになるんですよ、終わりです、はい、触り方よ、これ頑張って極めればコメント増えそう、金玉触る時の触り方金玉もまれると気持ちいいっていう人さ、
いるけどさ、どういうことなん？金玉って、あ、通覚はあるよね。通覚以外に何かあるの？それでは始めるよ。いや、その前に金玉もまれると気持ちいいっていう人類存在する？音質めっちゃいいなって思ってたから助かる。といたしまして。ほんといいんだ。あんま自分のキレでわかんないけど、アーカイブ見てて。右手顎の横、左手顔の前、前後ろでリズム取るよ。1212、前後ろ前後ろ、このリズムで動いていくよ。金玉うんぬんって字幕出たけど合ってる？それひねってからせーの、合ってますけど。前のマイクと比べると明らかに良くなってるよ。あんだんだ、よかったわ。顎触られる系の気持ちよさ。はあ、USB マイク？ US、あれなんだっけこれ。USB だった気がする。USB、USB。拳を肩の高さまで上げて。せーの、拳と肘は肩の高さと平行だよ。音質は綺麗だけど山形弁発さない。続けて、打ったら左へひねってね。ラグ音だからな。左へひねってね。せーの、今なら、ペーペーが全額返金キャンペーンもやってるので、せーの、ペーペーバレーができる電気屋で買うのをおすすめします。ね、ペーペーキャンペーン未だに全額一回も当たってないんだけど。みんな当たった？うち20回ぐらいもう買ってるよ。でも全然当たんないよ。ヒ、アイエム、ネウ、アクシオン、こんにちは、私は新しいです。ハロー。最初だけ当たったらしいね。アイリブ東京、アイム16.2kg。 新機械外に来た。せーの、まっすぐ伸ばして戻してね。ジョインチェックス。アイプレイダイエット。続けて打ったら左へひねってね。せーの、ジャンプ、左へひねってね。せーの、トン、左にためを作っておいてね。金玉。せーの、ジャンプ、打ったらひねってね。せーの、フッとユー、続けて左フック出すよ。スパニッシュ。せーの、アクチオン、スペイン語を話しますか？ソーリー、スペイン語はわかりません。クソ、やっぱりスペイン語字幕も入れるべきじゃないか。逃げちゃう。いなくなっちゃう。入れるか、スペイン語字幕。あ、エリア。エスパニョール。エスパニョールってなんだぜ。そのうちアラインの言語の字幕で画面埋まりそう。そうなっちゃうんだよね、字幕の弊害。アクチオン、ゴー、イカラク。コーンって牛って言ってない？モーンって言ってる。取った女だなって煽り。それでは一度呼吸を整えようね。いい感じで動けてるよ。リズムを大切にして。エスパニョールはスペイン語って意味のスペイン語。それでは。あ、はい。右足が前、左足が後。スペイン語ってそれエスパニョールみたいなさ、なんかこうくるくるってなるよね。イメージ。後ろ、前、後ろ。それでは右へひねってからアッパー行くよ。せーの、ひねって右アッパー。いい感じ。スペイン語アディオスしか知らない。ジャ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 ジ、サルドス。せーの、肘の角度を伸びちゃダメだよ。みんな助けて。みんな何を伝えられたかわかんない。スペイン語でよく出てくるやつ。拳を肩の高さまで上げて。せーの、拳と肘は肩の高さと平行だよ。ケビンって名前かっこいいですね。打ったら右へひねってね。はい、ひねってトン、右へひねってね。せーの、ひねってトン。ウェルカムトゥユーストリームチェッカー。ひねってトン、打ったらひねってね。せーの、アッピバー、ラ、ジャピバ、アクチオン、トップラ、キックラ。うん、翻訳できてないんだが。せーの、最後アッパーに変えるね。はい、決めて、5分間スペイン語のポイントのやつに追加して。それはちょっと無理です。私も喋れるならやりたいですけど、あれなんだよね、こういう動いてない時にペラペラ英語を喋る方法を見つけたんだけど、動いてる時はそれは使えないんですよ。せーの、続けて打ったら右へひねってね。サルドスですで、ジュジュアナ、右へひねってね。
アクチオン、チジュアナからのご挨拶。ウェレ、アレ、ユー、フロム。アクチオン、ご出身はどちらですか？ I'm from Japan。 続けて右フック立つよ。せーの、ジャンプ、ひねって右フック。せーの、トン、ひねってトン。せーの、ジャンプ、ひねってトック。山形だす。せーの、最後、右アッパー。寿司、焼肉。ひねってトック、ひねって右アッパー。一回リズム取るよ。トントントン。はい、一二三四五。リズムよく。ズワイガニ。決めてトク、決めて右アッパー。寿司、焼肉、アンド芋煮。芋煮はそれは晴れねえな。せーの、動きが小さくなっちゃダメだよ。ピカチュウ、イエスイエス。ピピカチュウ。ピカピーカー。芋煮、イス、ソウル。アクチオン、芋煮は魂です。こんな配信者にチャットしてるのが恥ずかしくなってきた。はぁ、あ、疲れたよ、疲れたよ。なんか悲しくなってきた。当然だよね。何消費、何カロリー消費したか見よう。264キロカロリー。ブイド、ハブラー、エスパオル、ウワット、ジメ、イス、イット。アクチオン、私はスペイン語を話すことができます。今、アクチオン、今夜のめっちゃ消費してる。8時です。全然してない、してない。200キロカロリーなんて大体してるから、30分やったら。スペイン人って英語呼べんのかな。いい思ったけど言わなかったやん、それは。ポテチ一袋踏みかやん。スペイン派何時か聞け。スペイン、What time is it? どうするどうする。プエデス、エンジャー、ラ、カラ。アクチオン、あなたはあなたの顔を見せてもらえますか？ノー。ノー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 。日本人は、顔出し配信をしません。ああ、帰っちゃった。ソリー。ボア、クエ、ジャ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 。最近の配信者は、アクチオン、ハハハハハ。ジャ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 って、ハハハハハなんだ。クエ、ケ、バス、グアンド、ミラス、ケイ、イカラク。アクチオン、私はあなたがあなたの顔を見た時に去っている、イカラク。私は顔を出したことがありません。翻訳サイトかけてきた。かけなくていいです。TNS、インスタグラム。ノンノン、やってないね。I'm playing Twitter。Twitter、Twitter。それでは始めるよ。めっちゃ見たがっててくさ。スクロール。気合を入れて頑張っていこう。スクロール Twitter ページ。まずは基本姿勢だよ。右足を下げ、体の向き右斜め45度。右手顎の横、左手顎の前。スペインにぴったりいるぜ。前後ろでリズム取るよ。偽スケスペインに行きな一人。前後ろ前後ろ、このリズムバルタン星人って言っとけ。こんばんは。こんばんは。ストレート行くよ。せーの、ストレート、いい感じ。せーの、右の。I'm a boxer。 せーの、左の拳は顎の横だよ。せーの、このタイミング。その外人派メキシコだけどな。嘘やめれや。え、嘘言うじゃん。どこまで通じるんだろうな、スペイン人に。なんでリゼンなの？ボクサーじゃなくてライアーじゃん。出た。なんでライゼンなの中。嘘が良くないよ。あ、もうライアー。まっすぐ伸ばして戻してね。せーの。せーの、ジャンプ。いい感じ。せーの、打って引いて。
せーの、打ったら必ず基本の姿勢だよ。I like。せーの、今度はバツ。せーの、キルゾンビゲーム。せーの、ジャブを戻す。I want to play。Dead by Daylight 2。せーの、バツ。いや、やっぱりブランチャが面白いって。配信向けだって。I don't like Vampire Survivors。こいつポイント交換しなくても外人にはただで頑張るじゃん。せーの、今度はジャブ2発。せーの、ジャブジャブ。せーの、2発。せーの、ジャブジャブ。せーの、最後バツ。せーの、外人の固定客作りたいの。はい。あ、そういえばこの間配信してたら、ツイッターで外人にかまってもらえたわ。あの配信予告のツイートに対して、あれなんだっけ、あのほらあったじゃん、幼女のアニメ、幼女が応援してくれてたわ。小梅ちゃんみたいな名前のやつだった気がする。信じられないことに今週5日も働いてるよ。みんな3連休何すんの？みんな3連休何すんの？3連休ともなると、俺は14日働いてるよ。来年も働いてそうでかわいそう。何もしねえよカス。友達と遊ぶ。いつ勝手に日曜働いてたの。いや、明日も働くから。3連休全部仕事だよ。やだ、サービス業の弊害。やっぱサービス業みたいなさ、立ち仕事とかそういうのやってたら絶対太んないのかな。この間マッサージ行った時にさ、マッサージしてくれたお姉さんと話したんだけどさ、マッサージしてる人ってこれがもうすでに運動ですよねっつったら、やっぱ決められた動きしかしてないんで全然ですねっつってた。全然痩せはしないしねっつって。運動したったら別に食べないんだよね。プロテインも飲まねえから筋肉できねえんだろうけど。プロテインの前に負荷が少なすぎる。今日は長時間頑張ってみようと思って軽めにしています。自分がどれだけやれるかみたいな。41度です。朝で痩せたっていうのはよく見るけど、ビートボクシングいかやく。そう、割と聞くけど、ビートボクシング痩せたで調べてみ、安田記事しか出てこねえから疲れた疲れた疲れた。お疲れ様。ポテチ36袋
見た目男子だね。一袋のカロリー派？446キロカロリー。捨てろ。絶対に捨てない。スポンサー買ってくらい見せてくる。やっぱみんな最初から配信を見てるわけじゃないから、今初めてこの段ボールを見たっていう人のために何度もアピールをしている。休憩です。そうそう、食べ物なんか絶対に無理できるかよって。もうさ、卵スープ、スープ状に卵スープ入れてさ、サラダチキンこまごまにしてオートミール食べるの飽きたよ。1週間ぐらいしてないのに飽きたよ。300ml のスープ状に 300ml 入れてサラダチキンこまごまにしてると溢れるんだわ。初めて知った、今日初めてやったから。俺毎日昼前と焼き鳥だけど3年飽きてないよ。あー、焼き鳥いいね。でも焼き鳥ってうちコンビニの焼き鳥の味許せないんだけど、そしたら焼き鳥どこで買えんだ。今絶対文句言うと思ったらやっぱり言った。作れば。焼き鳥ってうまく作れなくね？作ったことある？みんな焼き鳥や鳥買ってうなぎのタレで焼け。うなぎのタレなんだ。あー、焼き鳥ってね、あれ結構むずいんすよ、自作すると。鶏肉なんか自分でこまごま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 切ってらんねえから。なんかね、ローソンの焼き鳥ってでかいじゃん。うまぐね。焼き鳥派店によっても当たり外れでかい。テンション上げていくよ。鶏肉派調理バサミで切りな。あー、右足を下げ、体の向き右斜め45度。タレもうまくないし、肉もうまくないしって。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ、このリズムで動いていくよ。それでは左へひねってからアッパー行くよ。せーの、ひねって左アッパー。いい感じ。貧乏な癖にこだわりだけは強いな。嫌いなものは徹底的に嫌いなんだよね。今度はジャブ行くよ。せーの、ジャブ、ジャブ、せーの、左の手を。ステップ踏めなくなってきた。いつか反動で焼肉食えそう。伸ばして戻してね。せーの、焼肉封じてるわけじゃないから。焼肉なんか逆に鳥なんだから食っていいだろうと思ってるよ。せーの、ジャブを戻しながらストレート。スープジャー、スープジャーってさ、そもそもうちスープそんな好きじゃないからさ、ただ毎日何食ってたら飽きるんだよね。だから今度はタッパーにオートミール30入れて水でレンチンでやろうかなって思ってんだけど、そしたらやっぱおかずが欲しいじゃん。最近毎日松屋にサラダだけ買いに行ってるんですけど、松弁。スープジャーについてくるスプーンって地味に便利で、それだけっか、いか楽。それ半年やったけど飽きたわ。疲れてきたらもう上下にしかリズム取れん。リズムを作るよ。はあ、内側使ってるやつね、なんかクマが描いてるやつなんだけど、めっちゃ短くて、スプーンがファストフードのサラダってどうなの、意味あるの？あるんじゃね、あるやつは。このコールスローとかはないと思うけど、バーガーキングとかはシーザーサラダあるよ。シーザーだからダメだろって感じあるけど、てかさ、初めて知ったんだけどさ、フレンチドレッシングって160キロカロリーなんだって。こんぐらいのやつで、でごまドレッシングは70キロカロリーぐらいなの。そんなに差があるのって思って。せーの、続けて右アッパー。せーの、ワン、ツー、ひねって左アッパー。
好きなもの食ったらいい。いや好きなもの食った結果別にドレッシングなんてどっちもそこまでかけないし気にしなくて、イカ楽。ダイエットならノンオイル一択。松屋は持ち帰りはどっちかしかないんじゃ。お疲れ様。いやうちも家で食うときはノンオイルよ。ノンオイルのオリーブオイルと塩おすすめ。オリーブオイルね好きじゃないんだよねオリーブオイルなんか風味が苦手。足がプルプルしてきたね。松屋の店員にまたサラダ女来たって言われてるよいいし130円払って箸ももらえるし袋にも入れてもらえるしドレッシングついてくるしそりゃ使うだろう。サラダ女太し。おなら出そうだからトイレに行ってきます。ブリブリサラダ女。今日一番面白いこと言ったじゃん。こういう時にミュートにするのでは？はい。ブリブリしてきた。チュー、だったわ。何キロカロリー吸う人のせめです。300ぐらいはしてるね。配信ありますか？あります。どこでやるかは分かりません。いつやるって言っとくと私の精神の負担になるので。本当に
にポテチ食いたいんだな。うまかったわー、のり塩ポテチうまかったわー。もう完全にカルビののり塩ポテチだったわであっていろいろ調整あったみたいだね。へえ。それこそ風雲の情報ださ。体の向き右斜め45度。右手顎の横。左手の前。ゲーム化し系の職種でいいのあればいいのにね。音消してブツベア見てるけどもう字幕わけわからんすぎる。前後ろ前後ろこのリズムで動いていくよ。それでは左へひねってからアッパー行くよ。せーの、ひねって左アッパー。いい感じ。はい、肘の角度は90度。せーの、肘の角度。スピードが出なくなってきたな。せーの、今度は左フックいくよ。せーの、ひねって左フック。ナイスパンチ。はい、拳を肩の高さまで上げて。せーの、拳と肘は肩の高さと平行だよ。せーの、続けてストレート。せーの、ひねってフックストレート。せーの、体の回転をしっかりつけてね。せーの、決めてプッ。スラムのゲームだとセキロが最高傑作だと思うわ。続けて左アッパー。せーの、決めてプッ。そう。それと左アッパー。せーの、トントントン。じゃあ。畑でいいんだろうけど毎日畑早むんだよね。デモンズソウルかな。せーの、決めてプッ。それと左アッパー。せーの、左右左。畑は日光がうざい。女が畑仕事するってなったな。日焼け止めクリーム塗り塗り塗りだから、顔にはタオル巻いて息苦しいだからね。最悪よ。デモンズ最後までやったんだっけ。やったんじゃね。覚えてねえけど、途中で切ったのってあのダークソウル3ぐらいの覚えだから、やったはず。エルデンリングはなんか後半がクソって聞いたんですけど。せーの、左、右、左、右。せーの、ワン、ツー、クック、ストレート。せーの、ダクソさん切ったのかよ、どこ。せーの、ワン、ツー、クック、魔女の村。1回リズム取るよ。トントントン、はい、1、2、3、4、5。リズムよく、あと4回いくよ。ボスとかじゃないから。魔女の村。いやーどうだべな、なんかホームレスみたいな魔女がそこら辺にいるところかな。谷みたいな、あんまり一応覚えてないけど。この調子で続けていくよ。それではスイッチするね。右足が前、左足が後ろだよ。そもそも好きなゲームなんですか？って聞かれたらなんて答えてん？いかよく。なんて答えるんだろう。思えないキレだな。後ろ、前、後ろ。それでは右へひねってからアッパー行くよ。せーの、ひねって右。うちの好きなゲームってなんなん？な、とりあえず一番遊んだのは BF4 ってことだけわかる。ね。こっちも開けるし、見てる側も開けるよね。で、いや、デドバ？いや、あれなんだっけ？デッドバイデイライト。あ、デッドバイデイライトでいいんだっけ？あれ？デッドバイデイライトって殺しちゃうやつだよね。逃げるやつだよね。あれ？あ、ダメだ。デッド。ダイイングライトだろ。あ、ダイイングライト。ライト。せーの、コンビネーションだよ。なんだ君は。限界だ。これがもう今日の限界だ。せーの、決めてプッ、それとアタ。
の、ジャブを戻しながらストレート。せーの、せーの。でもこんだけやってさ、1時間で300キロカロリー消費しましたっつってさ、効率悪いかって言ったら効率いいんだよな、ジムとか行くよりも。往復の時間とかないわけだし、すぐシャワー浴びれるし。人と会話しながらやれるし。本当に消費してんの、こんなに。してるんじゃないの。さすがにこのパンチのジャストジャストでグッドグッドで。そうなんだよね。あのさ、毎日30分歩くのもいいの？その週に2日60分歩くよりも、週に5日30分歩く方がいいってみたんだけど、歩くのって痩せんの？あ、しんどい。基礎代謝ギリギリの食生活で痩せないならもう無理よ。いや、2000キロカロリーいく。お、1700キロカロリーとか全然抑えられんけど。朝パン粉おにぎり食うじゃん、300キロカロリーな。歩く動向じゃないじゃん。300キロカロリー。昼松屋生野菜ドレッシング、オール1700って多くない？オートミール、卵、サラダチキン、350だべ。夜でも今日はあれだな、魚、米、味噌汁で、ポテチでも超えちゃうの。一本満足が一本満足は400キロカロリーとか言ってくから、あ、一本満足がなんでこんな口回んないの。一本満足はポテチ一袋と同じ摂取カロリーだわ。夜食いすぎなだけじゃん、話終わり。一本満足待ちってどこだよ。バーって言いたいのにガーってさっきから言っちゃうの。終わります、疲れました。はい、お疲れ様でした。バイバーイ。おつ、一本